前回の動画では3月20日に開催されたサーティミニッツ L 全体の新作発表会にてまたまた大量の最新アイテム情報が公開されましたので早速チェックしていきましょう。今回はいつも通りのサーティミニッツミッション。サーティミニッツシスターズ新作に加え、情報解禁だけでなくおそらく近日中に予約戦にも加わる新シリーズサーティミニッツファンタジー。そして、ついに登場。サーティミニッツミッションとのコラボで発売される大人気のロボゲエアーマードコア6のプラモがついに登場。気になるところはいろいろありますが、まずはサーティミニッツミッションからチェックしていきましょう。まず一つ目はこちら、ヘルデノバです。いやこれ、サーティミニッツファンタジーの紹介あたりでチラチラ画面に出てんなぁと思ってたけど、唐突にすっごいかっこいい機体出てきたじゃん。この機体、連合的なかなり正統派なかっこよさを持つのに反し驚くべきことにバイロン軍の機体であり、さらにマクシオンの新型フレームを引き下げて登場したまさに僕が求めていた機体なのですよ。みたいだね。もっと詳しく掘り下げていくと、フェイスは1キットで組み替えて複数のバリエーションに換装できる上、そのうち1つにはデュアルアイかラインアイかな。ともかくすごいかっこいいポイントが多すぎてやばいぞ。機体のコンセプトとしてはバックパックからも読み取れる通り空中戦仕様ということらしく、手前の方にはオレンジのアルト、つまり敵軍の空中戦仕様機を撃破でき渡り合える機体でもあるということ。個人的にはバイロンの新作が気持ち少なめでちょっと劣勢かなと見えていたので、新アイテムが来たという意味でもとても嬉しいですね。そんなベルデノバは1キット1848円、発売のタイミングは少しずれるけど、名前のベルデが示す通りのグリーン版に加え、黒でベルなど既存のブルー系キットと合わせやすいネイビー版も登場するんで、カスタムの方向性に合わせて色を選べるのもいいね。今のところ色以外の違いは確認できませんが、今後何か新情報が出たら改めてチェックしていきましょう。サーティミニッツミッション2つ目の新作はこちら、カスタマイズウェポンズよりヘビーウェポン02が登場です。おお、プロでベルと同時期に出たのに追加でさらに大型武装アイテムが登場だね。今回のは大まかに見ると、射撃武器、シールド、そしてエネルギーや弾薬を詰められそうなタンク付きバックパックってところかな。ですね。ライフルはオーソドックスで使いやすそうな形状の器具にバイポッド付きのロングバレルが付属し、固定砲台としても使えるほか、ガトリングユニット以来のガンベルトが再び収録されるので、まさしくバックパックからの球弾による長時間の連続銃撃みたいな使い方もできちゃうわけですね。バックパックはでかいタンクも目立つけど、上部についているブースターポットみたいなパーツ、これ根元で左右に動かせそうな感じかな。まだ情報少なめだけど、いろいろ想像できて面白そう。何なら上下逆に装備することで重装型のギラ動画みたいな機体も作れそう。それこそさっきのベルデノバによく似合いそうだね。それからこちら、大型のラウンドシールド、これは見た目も機能もでかい丸型の盾という感じなのですが、配信中のコメントでも早速出てきましたが、中華鍋のようにも見立てられそうな形状なのがポイント。ランナータグなどから包丁とかお玉とかを作って、お料理上手なシスターなどを作って一緒に添えておけば、それだけでめちゃくちゃそれっぽい雰囲気になるかもですね。ほうほう、今サーティミニッツファンタジーにも行けるように私のボディ作ってもらってるけど、非戦闘色みたいな感じでそういう感じの見た目作って、こそっとサーティミニッツファンタジーに乗り込んじゃうのも面白そうだね。あの世界に料理の需要あるかは知らんけど。さてそんなヘビーウェポン2のお値段は、1キット1078円と最近のオプションキットの標準的なお値段となっていますね。便利な J1 ジョイントが入ってるのを差し引いても、さすがに前よりはお高くなってはいるけど、中華鍋の件もあって、サーティミニッツミッション勢だけじゃなく、サーティミニッツシスターズ、ブレインのみんなにも需要ありそうだし、結構サクッとなくなっちゃうかも。これはぜひ手に入れたいぞ。続いてはこちら、カスタマイズマテリアルよりデコレーションパーツが登場だよ。このパーツは見た感じ様々な形をしたプラ製のチップを、同梱されている両面テープ的なシールを使い機体に貼り付けることで、機体をデコレーションできる、というアイテムなのだとか。ふむ、一回貼ったら剥がすの大変そうだし、剥がしちゃったら粘着力弱まって再接着はきつそう。接着剤を使って形状変更に使う分には良さそうだけど、シールを使うとなると、どんな使い心地になるのやら。そのあたりに関しては一応現段階でも軽く情報はありますが、もう少し情報が出るのを待ってチェックしていくとしましょうか。そんなデコレーションパーツは1セット660円、
カラーはホワイトとライトグレーの2種が発売されるようです。使いたい機体に合わせて色を選べるのはいいですね。何なら塗装ベースにも良さそうな色合いなのもグッドです。サーティミニッツミッションオリジナルのアイテムはここまでですが、今回はついに機体のコラボアイテムが登場です。というわけで4つ目のアイテムはこちら。アーマードコア6よりナイトフォールが立体化です。ナイトフォールはパッケージに映っていたり、作中の節目の重要シーンにもちょいちょい映る看板的な機体。なんだっけ？ですね。過去作からプレイしてきている方ならば聞き慣れた称号であるレイヴンの名前の本来の持ち主がカル AC であり、作中で退治した際は近接攻撃に銃撃を交えたインファイトスタイルかつ凄まじく速い身のこなしでこちらを翻弄してくる、まさしく歴戦の強者というべき強敵ですね。僕が最初にプレイした時は運よくサクッと倒せましたが、ちょっとでも気を抜けばあっさりスクラップにされかねない危険な相手でしたね。プラモとして見た情報では、ヘッド、ボディ、アームとレッグに加え、肩武装、左右の蛍光武装、さらにはブースターとゲーム通り細かくアセンブルを可能としている拡張性がポイント。どこまでサーティミニッツミッション的な凄まじい拡張性を備えているかは不明ですが、少なくとも肩武装などからは3ミリピン接続っぽい雰囲気などそれなりには拡張性を備えていそうです。これはアルトなどサーティミニッツミッション側を交えたミキシングもできそうで楽しみですね。そして AC としては標準的な体型をしているナイトフォールに加え、軽量逆関節を持つ AC よりスティールヘイズも同時にキット化されるんだって。スティールヘイズはアーキバス社のチームに所属するベスパー4ラスティがカル AC で、作中のラスティの立ち振る舞いなども合わせパイロットともどもかなり人気のある機体になったようですね。ゲーム中の活躍は一旦置いといて、スティールヘイズは細身のスタイリッシュな見た目に異質な逆関節のフォルムで気味の悪さがあるかと思いきや、カラーリングもあってか予想以上にヒロイックな印象になっているのがびっくり。私もルビコンを行って活躍を見てみたいぞ。これはプラモ的な拡張性もナイトフォールと同じくゲーム通りのアセンブルを楽しめる構成で、サーティミニッツミッションオプションを乗せて楽しむというのもできそうで良いですね。そんな AC2 機の気になるお値段ですが、ナイトフォール、スティールヘイズともに3850円。さすがにコラボアイテム半券料などもあるのか、サーティミニッツシスターズのシャニマスアイテムなどと同じくちょいと高めですが、あの AC6 のプラモがカスタムも楽しめるサーティミニッツミッションから出るということでお値段以上の価値はありそうですね。さらにダガーやプラズマミサイルなどの武装が追加で入手できるオプションパーツセットも同時に登場、拡張性が高いのも嬉しいですし、ここまでのアイテムを見るになんだかアーキバス製のパーツが多いように見えますし、もしかしたら他のベスパーメンバーの機体や大型強化武装になったアーキバスバルテウスなどのでかいのも出てくるかもですね。おう、あのバカでかいビームを乱射して襲いかかってくる機体か。とはいえあれも慣れちゃえばサクッと倒せちゃうのか。まあ気になる面もありはするけど、このコラボは今後の展開も合わせめちゃくちゃ楽しみ。さらなる続報を待ってみよう。コラボキットのこともあってか、サーティミニッツミッションだけですでに短い動画1本分の時間が来たか。まだまだサーティミニッツシスターズとサーティミニッツファンタジーが控えてるってのに、ほんと凄まじいボリュームだよね。ということで、そのままサーティミニッツシスターズの新情報もチェックしていきましょう。サーティミニッツシスターズ新アイテム1つ目はこちら。冒頭でもちらっとお見せしていました、完全新作シスターのユキアが登場です。ユキアはこれまでデザインを担当されていた島田文兼さんではなく、ソードアートオンラインなどのイラストを手掛けられているブンブンさんが担当されているとのこと。ブンブンさんは今回新たにサーティミニッツシスターズのデザイナーとして参加されるのに加え、今回が初めてのプラモデザインなんだって。今までとはまた違ったデザインラインのシスターになるのも合わせ、いろいろと新しい面が多くなってきて面白くなってきましたね。さてそんなユキアはというと、見たところ騎士のシスターのようで、近々始まるサーティミニッツファンタジーの方にもそのまま飛び込めそうな、デザイン的にもかなりかっこよく、それでいて可愛らしい面白そうなシスターになっているようですね。ボディはブラック、ホワイト、イエローの3色で構成されたスーツに加え、しっかり色分けもされた剣やアーマー、さらにこれまでになかった細かいパーツ分け込みのヘアやフェイスなど、何から何まで新要素尽くしで、カスタム的にも要チェックなポイント盛りだくさんだよ。ちなみに型番にもあるように、今回は F 型という新素体が採用されています。この F って、もしかしたらファンタジーとかのことだったりして、
設定面での妄想をしてみるのもいろいろ面白そうです。そんなユキアは1キットお値段2750円、複数買いすぎるとお財布バーストしそうだけど、そこまで買いづらくはないお値段かな。それよりも発売が楽しみすぎるぞこれは。続いてのアイテムはこちら、新たなヘアスタイルが登場。今回ので早いもので10段になりますね。今回出るのは基本的には過去作の空張りだね。まずは目隠れ前髪のブロンドショートヘア、よく売れ残っているの見かけたお団子ツインテのブラック版、これはティアアシャヘアの空張りかな。ホワイト整形になったミディアムヘアに加え、またもやイルシャナヘアと思いきや、目が隠れまくる新規前髪になったミディアムヘア5がラインナップされてるよ。ほうほう、塗装なしで理想のヘアを再現しやすくなってきたのに加え、塗装しやすいホワイトや新規前髪は特に注目ポイントですね。個人的には黒お団子ヘア、これはチャイナドレス風にカスタムしたシスターにはめちゃくちゃよく似合いそうな気がするなぁと思ったりしているので、サーティミニッツミッションのヘビーウェポン2に合った中華鍋風シールドと合わせ確保したいです。これは大化けしそうな気がしますね。お値段はいつも通り単品だと1つ660円、4つセットになった箱単位で買うと2640円となっているよ。最近はヘアの再販分が店頭にも並ぶようになって幾分か手に入れやすくはなった気がするけど、さすがに新作ヘアはまだまだ入手が難しい状況が続いてるし、できれば発売のタイミングで確保しときたいね。サーティミニッツシスターズ新作はまだまだ続くよ。続いてはこちら、オプションパーツセット13よりタクティカルコスチュームのカラー B が新登場だよ。これは見た感じチェイサーまたはイビルを元にした B 型素体のコスチュームみたいだね。大部分がミリタリー風なグリーンに変わり、ミリタリー武装など似合いそうな武装が変わってるっぽいね。 M 型素体系コスチュームからの流用ヘアと合わせ、大部分は見覚えのある形状ですが、ヘッドギアと胸部は新規造形のものとなっているようです。既存アイテムとのミキシングも一部できそうなのは楽しみ。そして今回はこれだけではなく、長らく再販が待ち望まれていたアイテムであるガールガンレディコラボの制服ボディが、オプションボディパーツのタイプ MD01 カラー A としてリニューアルし再登場です。物自体はすごく良かったんだけどね、ガールガンレディコラボのあれ。とはいえ、サーティミニッツシスターズとガールガンレディどちらに使うにしても、胸部ブロックしか組めないのにお値段2200円とバックパックなど付属オプションを差し引いても、どうにも割高感が拭えなかったんだけど、今回のメイドボディとしてリニューアルしたのはシャニマスコラボで発売されたドレスボディのように、なんとヘッドパーツがないだけでボディだけでなくアームレッグも収録されている。それだけでも大満足のボリュームへと大変身。これはデメリットが消滅してガチでおすすめできるアイテムに進化しているね。それだけでなく、ガールガンレディコラボボディに収録されていた一部のアーマーの空張りや数少ないサーティミニッツシスターズ専用規格バックパックもしっかり収録されている上、ハンドパーツ2種、靴や素足などの足回り3種、さらにはモップにお盆といった小物もバッチリ収録しつつ、なんとお値段1650円とガールガンレディコラボよりも大幅に安くなっているのが最高ですね。今にして思えば、あのキットは半券料とかもあったんだろうけど、それを差し引いてもやっぱり割高感は拭えないし、それがこういう形でリブートされたのは嬉しいね。肌の露出がない分、肌カラー問わずシスターやアイドルのボディに使えるから、これはたくさん買っちゃいそうだ。おっと、触れるのを忘れていましたが、タクティカルコスチュームも同じく1650円ですので、もしかしたら今後のボディを中核にした複合オプションはこのお値段が基準になるのかもしれませんね。まだまだボディ祭りは終わらない。ミリタリー風メイドボディに続いて、アームレッグパーツの新作ブラウン版、言うならば網タイツボディが新登場です。うお、これはまた状況を選びそうではあるけど、好みやカスタムにぶち刺さりそうなのが出たね。これまでに出たスクミズタイプの水着ボディ腹部とタミ着胸部と組み合わせれば、よくあるバニースーツ的なボディを作れるし、シャニマスコラボのドレスボディと合わせれば、ちょっと大人びた見た目にもできたりと、特定のカスタムで進化を発揮できそうだね。さらにさらに、カラー的に網タイツ風だなと思っていたら、なんと今回この上から履かせることでガチの網タイツにできる新マテリアルの網そのものが付属。マジで言ってるんですかこれ。ふむ、網は肌色の足に履かせても使えそうだし、5日単品で出るかもだけど、何にせよこれはびっくりだね。ちなみにお値段はやっぱり1650円、これは手足しかない分ちょっと高く感じるけど、やりたいカスタムによってはマジで最適なアイテムになるだろうし、一概に買いづらいかなーなんて言ってる場合じゃないかも。
そしてなんとまだボディの新作は終わらず、まだ出ていなかったシャニマスコラボのアイドル衣装の片割れ、ビヨンドザブル薄海のカラー C 版がついに登場です。シャニマスのキャラに褐色の子、少ないけどいるのか、シャニマスアイドル側のキット化はまだだろうけど、その人だけでなくルルチェをはじめとしたシスター側の褐色キャラについにアイドル衣装を装備させられるね。現時点で変わったのは肌カラーだけのようなので詳細は割愛しちゃいましょう。お値段は2420円と、他のシャニマスコラボドレスと同じお値段ですね。これはメイドボディと同じくヘッド以外全部組めるのでボリューム満点ですね。ということで30ミニッツシスターズアイテムは長かったですがこれでおしまい、と思いきや、まさかのプレ版枠のシスターもまたまた登場です。それがこの子。レプレロプロオペンのスケルツ&フォームです。ふむ、ネーミングの元は強化型シスターによくある音楽用語、イタリア語系みたいだね。今回はリリララ姉妹系の強化型、でありつつある意味ではスキルナのバリエーション機とも言える仕様で、レンズ部にクリアパーツ仕様と豪華仕様のゴーグルなど新規造形パーツはもちろん、これまた需要が高そうなグリーン系カラーになった30ミニッツミッションの空中戦ユニットで構成された相棒枠っぽい飛行メカで構成されているようだね。この子は可愛くもあり、かっこよくもあるし、各部位の小物などもかなり需要がありそう。と人気出そうな要素が多々見受けられるから割と争奪戦になるかもしれないね。ふむ、実は最近資金繰りが安定してきてお財布バーストが解消しつつあるので今度こそはプレ版シスター買いたいんですけどね。できれば予約入れたいぞ。気になるお値段は3960円。価格的にはやっぱりお高めな部類になるから複数キットは買いづらいかもだけど、刺さる人にはバッチリ刺さるだろうね。フェイスも可愛いし、気になる人はプレ版の情報も要チェックだね。長かったね。サーティミニッツシスターズだけでもこれまた結構な量だ。皆さんもここまで見てくださってありがとうございます。ただこれからは追加でサーティミニッツファンタジーの情報も加わってきますので、大まかに3本立てになっていくと思いますのでよかったら続けて見ていってくださいね。それでは、いよいよ始まりの兆しが見えてきた30ミニッツファンタジーをチェックしていきましょう。まずはこちら。30ミニッツファンタジーカスタムの中核となるシルエットと呼ばれている素体に加え、簡単なアーマーパーツが一緒に収録されている遊びやすいセットアイテム、8月発売予定の30ミニッツ F、リーベルナイト、9月発売予定の30ミニッツ F、ローザンナイトです。このリーベルとローザンとは何なのかというと、詳しくは動画を別にして詳しく触れようと思うけど、荒廃した地球を蘇らせるために作られた機械生命体マクシミリア、それらと共に手を取り合い共存する道を選んだそんな国がリーベルで、逆に人類がマクシミリアを支配する道を選んだ国がローザン。と、立場の違いが装備にも現れているみたいだね。リーベル側は正義の味方的な感じの見た目をしている無難にかっこいい騎士で、対するローザンはシルエットのフェイスの骸骨風の見た目などから恐ろしめなある種モンスター的な要素も感じるのがポイントですね。と、一応基礎ストーリーや世界観的なものはありますが、やはりユーザー側で細かい設定まで作り込めそうなところは、30ミニッツファンタジーでもしっかりあるようで、であれば、僕はリーベル系を基準としつつも国関係なしに自由に動きやすいかなと思った傭兵団的なのを結成して旅してみたいなぁなんて思ったりしているところですね。ほう、なんかすでに準備してる要素とかあったりするん？もちろん、それが数年間研究を続けてきた30ミニッツシスターズの機体バランスをベースにした男性型素体です。開始当初はこのボディを基準にして戦いつつ、徐々に30ミニッツファンタジーオプションで強化していきたいものですね。さて、話を戻しますが、この素体とアーマーがセットになったアイテムはアーマー組み換えによるジョブチェンジシステム、アーマークロスをサクッと体感できるスターターセットのようなものなのだとか、このアイテム単体だと、二国領主要どもにクラス1のナイトになれるようですね。リーベルなら普通のナイト、ローザンなら暗黒騎士とでも言えそうな感じ。同じナイトでも立場の違いだけで大きく見た目が変わるの面白いな。この2キットは共にお値段2200円とサーティミニッツシスターズと同じくらいの価格となっていますね。ただサーティミニッツシスターズに匹敵するくらいの人間的なフォルムの素体にそれだけで豊富なアーマーとなると、場合によってはサーティミニッツシスターズよりも満足できるものも出てくるのかもしれませんね。ちなみに、サーティミニッツミッションはもちろん、サーティミニッツシスターズともしっかりミキシングできるのはさすが同じレーベルのアイテムってところだね。
今開催中の30ミニッツミッション30ミニッツシスターズ合同イベントのように同レーベル間でミキシングし合えるイベントが来ると相乗効果で大化けしそうだ。そしてクラス1ナイトのアーマーに上乗せする形でクラスチェンジを実行。ジョブを強化できるのがこちらクラスチェンジアーマーのホーリーナイトです。おお、名前的にリーベルのみかと思ってたらローザン仕様もしっかりあるのか。ローザンホーリーナイトはイメージ的に完全にダークナイト的な感じに見えちゃうけど、ローザンの立場から見ればこれこそがホーリーナイト。なんだか面白いね。この2つのホーリーナイトアーマー、実はパーツが違うのはほんの一部でほとんどはカラーリングが違うだけなのですが、それだけでこうも印象が変わるんですから、ほんと色って大事なんだなぁと実感させられますね。リーベルのゴールド装甲はローザン側に装備させてもそれはそれできらびやかな強敵って感じに見えるし、逆にローザン側の装甲をリーベルナイトに装備させれば裏切り者の騎士などなど、いくらでも面白いシチュエーションを作り上げられそうだね。何ならこの2つを混ぜて組めば仮面ライダーカリバーのように悪そうに見えるけど実際は正義の味方としても立ち回れるみたいな、それはそれで一つ物語を作れそうな美味しいキャラ付けができそうですね。お、クラスアップアーマーもう一つあるじゃん。これはパラディン仕様になってるみたいだね。ですね。パラディン仕様も基本的なパーツ形状が同じなリーベル版、ローザン版の2種が登場するようで、ホーリーナイトと比べれば幾分か質素ではありますが、各陣営のナイトを純粋に強化したと言えそうな見た目をしていますね。どちらもかっこいいです。パラディンアーマーは両陣営ともに大ぶりな腰回りのアーマーが特徴で、各所にあしらわれた羽などワンポイントの装飾がいい感じに目立ってるのいいな。先ほどのホーリーナイトのもそうでしたが、さらっと武器の剣もしっかり強化されてるのもポイント高い要素ですね。ちなみに各陣営の違いは基本的にフェイス部分となるようで、リーベルは正統派騎士、ローザンは魔王的なやっぱり悪そうな見た目の方向性となっているようです。と、ここまでリーベルを全側、ローザンは悪側みたいな感じで扱ってしまってるけど、場合によってはリーベルの方は思想が素晴らしいだけで内情は水面下の争いでガッタガタだったり、ローザンは一見窮屈に見えるけどルールがしっかりしていて場合によっては人もマクシミリアも過ごしやすかったり、と、見た目とは裏腹に、という要素もあったりするかも。だからパッと見だけで判断するのはまだ早計かもしれないね。ですね。このあたりはシリーズ展開が本格始動してからの動向を見つついろいろ作り込んでいくとしましょう。おっといけない。あと一つ30ミニッツファンタジーのアイテムありましたね。それがこちら。アイテムショップ1のナイトオプションです。アイテムショップ？なるほど、そうやって小物系を展開していくってことなのか。今回のキット内容としては、クラス1のナイトの一部を別換装に換装できるアーマーパーツに、これは完全にアイテム枠。ライトグレーとクリアブルーの2成形色がそれぞれ付属するポーションの瓶と宝箱が収録されているみたい。サーティミニッツからこういうの出るのか、すっごい新鮮だ。恒例の発表会最後に出る次の匂わせからはおのずかい戦士、海賊、バーサーカーあたりと見られる新クラス系のアイテムが来そうですし、それによっては鞘付きのナイフや魔法を発動するスクロールなどファンタジー系ゲームで見かける小物アイテムが出てくるかも。うむむ、そうなるとアーマードコア6みたいなロボゲーだけじゃなくて本格的にファンタジー系のゲームも見に行かなきゃいけないかも。多分カスタムネタを探るならこれ以上ない参考材料になるはず。うん、そうなるとマジでそっちも開拓していかなきゃいけないですね。今そちらは絶賛頓挫中なので、ちょっとやり方をもう一回練り直さねば。長くなりましたが、これにて今回分の30ミニッツレーベルの最新アイテム情報は以上となります。ここまで量が多いとうっかり盛り込み忘れたのがないか不安になってくる。本当に大丈夫かな？ま、その時はその時で、ショート動画あたりで補足するとしようね。さてさて、新情報はこれだけじゃなくて、イベント情報としてはこちら。なんとまたもやカラバリグランプリが開催されるとのことだよ。まだ前回分が記憶に新しい中早速来ましたね。今回の対象は名前的にマクシオン機関係でしょうか。こちらは既存アイテムの新たな一面を見ることができたりして意外と面白いイベントとなっているので、前回同様専用の動画を作ってしっかり追っていきたいところ。続報が楽しみですよ。それからついに目前に迫ったハイパークラモフェス限定キットのパッケージが公開されたりと、買えるかどうかは不明だけどどんどん楽しみになってきたぞ。プラモもチャンネル的にはぜひとも確保したいところですが、
実は本命として狙っているグッズは別にあったりするので、そちらはできればしっかり確保したいですね。ってことで、盛り込めてないキット以外の情報もちらほらありはするけど、今回はこのあたりで動画は終わりとするよ。僕個人で練っているいろいろな計画に関してはまた別途お知らせしますので、よければそちらも見てみてくださいね。それではまたお会いしましょう。